んたちも気持ちいいかな。気持ちよさそうだね。あ、マノ？あ、ひよりちゃん。本当に公園にいるんだ。うん、何かあったのかな。マノはここにいるってプロデューサーから聞いて、半信半疑で来てみたんだけど、本当にいたから。そうだったんだね。私、ひよりちゃんに何か迷惑かけちゃったのかと思った。どうして？何か心当たりでもあるの？え？ううん、そういうわけじゃ。だったらビクビクするのはおかしいと思う。そうだね。はあ。で、ここで何してたの？もうすぐレッスン始まるけど、事務所にいないし。あ、そっか、ごめんなさい。ちゃんと事務所にいないとだよね。すぐに戻るから。そうじゃなくて、マノがなんで公園にいるのか純粋に質問してるだけ。お天気が良かったからだよ。私ね、公園が好きなの。鳩さんたちとお話しするのも好きなんだ。だからよくここに来るんだよ。そうなんだ。あの、私変なこと言ったかな。ごめん、そうじゃなくて、ただ好きって言い切るからちょっと驚いちゃって。そうかな。好きってはっきり言えるのすごいと思って。はあ、そうなのかな。他にも好きなものとかあったりするの？自然がいっぱいのところにお出かけするのも好きだよ。例えばお弁当を持ってピクニックとか。とか？ひよりちゃん、あのね、その、急にお願いして驚くと思うんだけど、今度、一緒にピクニックに行って、欲しいな。マノと二人で？あ、でも、迷惑だったら別に。迷惑なんて言ってないよ。いいよ、一緒に行こう。いいよ。じゃあ私お弁当作るから一緒に食べようね。マノ、レッスンお疲れ。お疲れ様。あのひよりちゃん？ん？どうしたの？プロデューサーさんに聞いたよ。今度同じ日にお休み取れたって。これでピクニック一緒に行けるね。うん、そうだね。その、無理やり誘っちゃったけど、本当は行きたくないのかな。どうしよう、何か言わなくちゃ。こういう時、頭の中が真っ白になっちゃう。そうだ、マノ。え、どうしたの？ここに来る時、通りかかった図書館で、本を借りてきたの。この本なんだけど、見る？お出かけ楽しいピクニック特集？これをひよりちゃんが？そんなに変かな。全然変じゃないよ。一緒に行こうって言ってくれたから。いらなかった？そんなことないよ。一緒に見よ。はあ、ひよりちゃんがピクニックの本を借りてきてくれるなんて。メンバーとしてだけじゃなく、距離が近づいたみたい。嬉しいな。あ、見て見て、ひよりちゃん。この公園はね、鳥さんたちがたくさんいるんだよ。へえ、そうだったんだ。知らなかった。あと、こっちの公園は噴水もあって、お花もたくさん咲いてるんだよ。それで、こっちの公園はね、
やっぱりマノ、公園には詳しいんだね。うん、この雑誌に載ってるところはほとんど行ったことがあると思うよ。そうなの？じゃあおすすめのところもあったりする？もちろんあるよ。そこにはよくお散歩に行くの。じゃあそこにしようよ。マノの好きな公園に行ってみたいから。いいの？うん、そこがいい。ひよりちゃんが私の好きなところに行ってみたいって、はあ、嬉しいな。そういえばマノ、お弁当作ってくるんだっけ？作るよ。ひよりちゃんの分も作るからね。いや、私もお弁当作ろうかなって思って。だから二人ともお弁当作ってくるってことでいいでしょ？あ、わかったよ。なんかいつもよりずいぶん楽しそうね。そうかな。ピクニックが楽しみだからかな。私も楽しみにしてるから。本当に？はあ、嬉しい。ひよりちゃんもお弁当作ってきてくれるんだ。それに楽しみって。早く次のお休み来ないかな。ここだよ、ひよりちゃん。持ってきたレジャーシートを敷くね。準備してきてくれたんだ、ありがとう。うん、今日お天気よくてよかったね。ピクニック日和だよ。そうだね、確かにいい天気。シートに座ると意外と気持ちいいし。はあ、こんなポカポカの日にお昼寝すると気持ちいいんだよ。ここでお昼寝か。私はちょっと恥ずかしいかな。そっか、じゃあ今日はやめておくよ。あ、ハトさんだ。こんにちは。いいお天気だね。なんだろう、マノが鳥と話してるのを見てると癒されるな。なんだか恥ずかしいよ。でも私もいろんな鳥さんたちと遊んでると癒されるんだ。なんかわかる気がする。あ、そろそろお昼かな。そうだね、お弁当食べよ。でも鳩がこんなにいるところでお弁当を広げたら、いっぱい寄ってきて大変なことになるんじゃない？鳩さんなら寄ってきても大丈夫だよ。みんないい子さんばかりだから。そうなの？わかった、ここでお昼にしよう。今日は張り切ってお弁当を作ったの。ひよりちゃんもよかったらどうぞ。美味しそうだね。これが私の。わ、すごい、おかずがたくさん入ってて美味しそう。普通のお弁当じゃない？特別なものは別に入れてないけど。はあ、でもどれも手が込んでいるように見えるよ。ひよりちゃん、お料理上手なんだね。普通だよ普通。これくらい普段から家事してたら作れるよ。いつも家事をしているの？ひよりちゃんすごいな。だからこんなに美味しそうなお弁当が作れるんだね。そんないいものじゃないってば。ほら、人のを見てばかりいないで自分のを食べなよ。あ、そうだね、ごめんなさい。ひよりちゃん、一緒にピクニックに来れたことが嬉しくって。お弁当食べよっか。はあ、ひよりちゃんのハンバーグ美味しい。は、どうしたの？口元にソースがついてる。はあ、どこどこ？そのままじっとしてて。あ、ほら、ここ。はい、もう取ったから大丈夫。ありがとう、ひよりちゃん。私こそ
ありがとう。今日、マノとピクニックに来れてよかった。なんとなく、マノが公園を好きな理由が分かったから、こうやって鳥たちを見ながら、太陽の下でピクニックしてる雰囲気全部が、マノそのものに似てるんだなって思った。はあ、そんな風に言われると嬉しいかも。それに、今日改めて思った。マノは好きなものがあって、本当にすごいって。公園や鳥、自然が好きっていう気持ちが、マノの柔らかい雰囲気を作ってるんだね。ひよりちゃんはどうかな？どんなのが好き？私は、そういうのよくわからなくて、マノみたいに好きって言えるものはないの。だから、なんでマノは公園や鳥が好きなんだろうって気になった。一緒にピクニックに行けば何かわかるかも。そう思って今日は来たんだ。そっか、それなら日和ちゃんにも公園や鳥さんを好きになってほしいな。でも日和ちゃんは私とは違うものが好きになるかもしれないよね。それが何かはわからないけど、でも私、お手伝いしたい。お手伝い？うん、私、日和ちゃんが好きなものを見つけるお手伝いをしたいな。日和ちゃんが好きって言えるものを私も一緒に探したい。マノ、どうして私にそこまで言ってくれるの？同じメンバーだから？それもあるけど、それだけじゃないかな。うまく言えないけど、きっと日和ちゃんが今日来てくれたのと同じ理由だよ。そっか、私と同じ理由か。じゃあ一緒に探してもらおうかな。うん、どんなのが見つかるか楽しみだね。